お疲れちゃんです。ロットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、久々に1コス4枚シリーズねやっていきたいなと思います。そしてね、今日は1コス4枚シリーズテスラクロス編でございます。YouTube の投稿機能っていうのがあって、まあ、それでね、こう1コス4枚シリーズやるんですけど、何がいいですかとか何見たいですかってこうアンケートというかこう聞いたら、結構ね意見くださって、皆さんがね、まあ、三銃士とか、まあ、ラバーとかも意外とあったんで、まあ、その辺もね今後やっていくんですけども、なんとね、みかん坊やさん、みかんさんがテスラクロスでやってくれってこうコメントいただいたのでね、みかんさんがコメントくれたので、今日はね、テスラクロスでやっていくんですけど、テスラクロスと1コス4枚組み入れると、マジ残り2枚しかなくて、これめちゃくちゃむずいんですよ、ここの枠。なんか、ナイトとか入れたり、ファイボーとか入れたり、いろいろやったんですけど、どれもなかなかしっくり来なくて、ハンターウッドがまあ一番こう、まあなんかいろんな、なんか大型にも高回転にも戦えるかなというところで、この方でね、やっていきます。で、マジさっきまで生放送やって、今日全然勝てなくて、トロ300、まあ一応300ぐらいは上がったんですけど、まあ今からちょっとトロ溶かしていきますというか、マジで全然勝てない今日。しかも、このクラス、マジ一つ訴えたいのが、ヒースピーいらないんですよね。クロスにヒースピー合わなすぎるっすよね。まあ回復したらさすがに強すぎるからいいんですけど、いやさすがにマジで合わなすぎてやばい。このヒースピー加砲されたし、ちょっと前になんか知らんけど、まあでも回転が早いので、まあ、一つ強みとしたら、まあ相手がロケット持ちとかだった時にバルーンとかね、こうまあどんどんなんていうんですか、2周目3周目が相手は間に合わないっていうのは強みだと思うんですけど、さあ、やべ、テスラ高すぎたな、これもう一個下でよかったな。まあ、いや相手ラバなのかな、何も出してこねえじゃん。これクロス立てていいやな、ラバっぽいけどな。バルーン、いやゴレスケドラか、結構やだな。でもこれハンターでさ、もう溶かしちゃえばいいよな。でこれハンターを回復する専門のヒースピなんでね、僕本当にこのヒースピそれ以外何の役割もしないんでね。あ、最悪だ。全然じゃん。いやでもこれはちょっと待って、エレスプレイ金起動したい。よし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 、いやこれはでかいですね。金起動したことによって、まあこのダメージ痛いですけど、個人的に、いやこれハンター使っていいか。いやこれあれっすね、相手今プリンスも裂いて、いやこれ2周目こうゴレが回んないターンでユニットがまああると思うんですけど、まあ、1コスで奇跡の1コス軍団で頑張れねえかなこれ。いや待って、頑張ってくれ。いやまあまあもうちょっとでいけただろう。まあちょっと1コスが多すぎるんで無駄にしないようにやっていきたいですね。いやでハンター、これ攻めクラスちょっと狙いたいですよね。右側ケツゴレしてこねえかな。これ左一応やって、うわこん、うわ待って、テスラがとりあえず下手くそ、それだけ言いたい。これ当たんないっすよね。でこれテスラ延命したいっすね、ちょっと。でこれ LSP がめちゃくちゃ輝く、なんならハンターも、いや、めっちゃいい。あー、クロスとか竹取ってんのか。いや、でもいい。なんなら今、ファイブサイト。え、めっちゃいい。いやー、そっち引っ張んなくてもよかったよ、君。別に。で、ゴレが回る？ハンターか。いい。ハンター？いや、めっちゃいい取るね。いやー、でもいい。いや、これ勝てるな。あれ？ちょっと強くないですか？強いは嘘。さすがに。狂ってるだけ、俺が今。これ LSP があればさ、1T みたいなないかな？攻めすぎか？いやでも LSP 強いな。いや、神！え？めっちゃ上手くない？ちょっと待って。俺今、誰よりも世界で一番クロス上手いかも。さすがに、嘘。よし。だってこれ、ゴレ回んない。トルネか？いやでもトルネのコストはない。で、LSP。いやこのスピスピがね。いいの。しかも回転早いんで、これでもう一回クロスを切るっていう。で、なんならウッドで削れるとかねえかな。
よしよし、延命してしっかりね、しっかり延命してあげてね。よしよしよし、いや消えたけど、いやーかすってるかすってる。よし、あと7。なんかクロスね、下方っていうか、まあ、なんか修正受けましたけど、まあ、そのクロスの設置時間は短くなったけど、一発一発のねこう火力は上がったというところで、まあ、ちょっとでも通ればタゲ取ってしまえばその間にめちゃくちゃ削ってくれるんでね、まあ、ちょっとでもちょっとこう組み頑張ってね、あのダメージ稼いでいきたいですね。僕最後はウッド削りができるんですけど、超高回転のウッド削りがまあできるのはできるんで、まあ、300ぐらいなら全然ねウッドだけで削れる。いや500ぐらいもいけるな。500いったらウッド圏内ですね。まあ、防衛クロスから組み立てるとかもありますけど、とりあえずちょっとここは1コスで耐えていきたいな。あれで何やってんだと思うっすよね。いやこれ防衛クロスしちゃおうかな。で、できるだけこういう細かいダメージ入れたくないですよね。よしよしよし、防衛クロスしてここにファイボとかポイズン使ってくれたら僕の2周目クロスアホみたいに早いんでね。よし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 、ポイズン使ったベビードラゴブゴヤだったら、まあ、キョスケバルーンか、まあ、なんかキョスケスケラ、ん？キョスケじゃない、普通にチエンスケラの方とかもありますよね。いや、チエンスケラっぽいな。これでもさ、今ポイズン使って、これ絶対きついっすよ、これ。まあ、無視してスケラ打ってきたらうまいっすけどね、これ。さあ、そう、いや、ここの端前のこれ、延命したいっすよね。一応スケとかでカバーして。オッケー、いや、クロスこれめっちゃ入るっすよ、だって。いや、もっと欲しいな。いや、もっと欲しい。いや、2000切っちゃえ、2000切っちゃえ。いやー、まあまあ削ったな。いや、でかい。これ前半絶対きついんで、相手。今、バルキリーも裂いたんで、これいっちゃっていいな。で、小屋に竹取ったら、ウッド転がしたいですね。よしよし、このウッドで、壊れて、壊れる。アイスピが、俺のアイスピがちょっとへたまった。いや、頑張れ、頑張れ、頑張れ。よしよし、このちょっとでも、いや2000からこのちょっとで、やば。600、700ぐらい削ってますからね。よしよしよし。いや、これはね、LSP が、まあ、スケラ受けた優秀。まあ、それぐらいかな。それ以外はちょっと心配な部分もあるが、言うて、多分攻め続けるのが大事ですね。僕は一回でも、なんか、ひよって守りに入るとちょっと怖いですよね。なんか、ワンパンされそうで。これ、まあ、延命してあげて、まあ、ハンター専用のね、ハンター専用のキースピを使ってあげて、でも相手もこう、ちょっとうまいよな。バルキリーが嫌っすね。よしよし。まあ、ここはハンターで守れる。で、ハンターいるんで、これユニットも出さなくていいっすね。ポイズンまで使ったからクロス置いたけど、どうだろうな。端前バルキリーが嫌っすね。いや、これ入る。いや、ゴブがなんでそっち？なんでそっち？いや、まあまあまあ、いい。ちょっと稼いでくれればいい。あと600でしょ？ウッド6回だ。待って、これ、ウッド6回狙う？ワンチャン狙ってみる。待って、ワンチャン狙う説あるな。いきます。ウッド6発、今から。1本目。さあ、そこにポイズン使ったら、全然攻めが通んないですよ、相手は。さあ鉄壁の、さあ LSP と、いやウッド6発はヤンキーか待って追いつかれてきたヤンキー。最悪ウッド6発のせいだ。いやでもこれ走らないテスラゲーだと思うんですよね。ウッド6発もやめますね。普通に今バルキリー裂いたんで、これクロス立てるだけで相手絶対きついっすね。いや、いいウッド、これは。絶対神ウッド。さあ、来た。普通に勝ちましたね。ごめんなさい。ウッド6発とか、調子乗ってたけど、6発思ったよりハードでしたね。まあ、相手がスケラっていうのもありますけど。いや、でも、普通に勝ててるのが僕自身びっくりですね。いや、マジで、苦労したんすよ、これ。形に。なんか、クロスの、延命用のやっぱナイトとかアイスゴーレムをすごい入れたくて入れてたんですけど、外して正解でしたね。やっぱいらなかったっすね、このね超高回転ですよクロス。さあクロス置く。
で、これハンターもいるんで、攻めに置いていいですね、テスラ、さては。で、延命してあげて、もう一回延命しよう。よし。よし。とは一本おりました。いや、これ、同罪だったかな。同罪だったら、テスラでね、ラバちょっかいも出せたんで、これ逆サイドっていうのがちょっとクロス初心者出ましたね。多分上手い人同サイドだと思うんですよね。いや、これ相手ラバディガーっぽいっすね。いや、僕の神のヒースピが。ファイボか？あ、ファイボだったか。頑張って。え？頑張って、めっちゃ頑張ってる、めっちゃ頑張ってる、めっちゃ頑張ってる。いやでも、いや、1コス強えんすよ。ごめんなさいね。これ、多分、ラバに対してめっちゃ強い説ないかな。まあ、スケドラとか厄介だけど、ホバとかいたら、ちょっと話は変わりますね。ホバだけ鬼キツですけど、ホバいないラバだったら、ハンター、テスラで、LSP、ISP、ヒースピ、ハンター、テスラってやばいっすよね。まあ、テスラ置いちゃって、これむず。まあ、一回耐えればいいか。一回耐えて。これはあれかな？インドから溶かしても良さそうっすね。よし。で、ヒースピで回復。相手ファイブ外した。お疲れ様です。これはグッドゲームっすね。まあ、ワンチャンバルーンで壊されるかな。よし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 。いや、テスラ置きてえな。テスラ置いてあげて。LSP とうまい感じにっていうか、もう1コスあるんで、なんかとりあえず出しとけばなんとかなるっていうね。よしよしよし、もう一回クロス置いちゃおう。なんならあと250だな。やば、ちょっと待って、嬉しいっすね。なんか僕あんまクロス使わないっていうのもあるんですけど、なんかだからこそちょっと嬉しいっていうのもあるんですけど、なんかこんなに勝てると。ちょっと待って、別に煽ってるわけでも何でもないですから、本当に気持ちね。いやー、やばい、これちょっとみかんさんにも使ってほしいな。みかんさん最近 YouTube なんか上げてるし、このねクロス、いやー、やばい、これ多分ラバにだけ異常な強さっすんで、これインドラのリセット2回できるってやばくないですか。よしよしよし、でテスラ、これやばいな。待って。やばくないですかこれ。革命ちょっと起きますよね。いや、でか。こんな勝てるか。僕だって今日、普通にクエイクホグとか、真面目なデッキ使ってトラゲちょっと苦戦してたんすよ。よろしく。なのに、こんな意味わかんねえ変なデッキで勝ってるっすもんね、今。びっくりっすね。自分の中でも。さあ、タルババ。この人あれだな。ケンツがよく使ってた神器デッキの、神器デッキですね。なんかラムライダーのポイズンの、なんか一昔の前の形だった気がしますね。まあ、ヒースピ、ハンターヒースピ大事になってきますね、これもまた。ヒースピ地味に活躍してる説あるな。あ、待って、待って待って待って、バカバカバカ。あれ？あ、危ねえ危ねえ。俺が今下手すぎて勝手に死ぬとこだった。これ相手多分攻めすぎだと思うけど、タルババがあんのかな、多分そんな気がしますね。よし、延命した。まあ、なんか来るな。よしよし、いや、これのダメージでけえな。あとだってイモればいいっすもんね、僕。よし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 。いや、でかい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 。あと500でしょ。これこそウッド5発じゃね？ちょっと待って。ウッドのダメージ105だったっけ？ 525。11のために6発。あ、待って。来た！行け！生贄！生贄で！マジでこれ、まあまあそう簡単にはね。この一発でかいっすよね。だって相手からしたら。僕からしてもでかいですけど。これ真ん中言うので、テスラ壊しに行きますね。で、多分、スケ読みのタルババも一緒に行きますね。っていうのだけ、ちょっと意識したいな。
いや、ウッドで削る。これ、防衛クロス立っちゃおう。いや、この位置、ポイズン当たる？うわ、待って、めっちゃ初心者。もう一個右っすね。これ、ウッドでテスラ延命してあげて、LSP で延命してあげて。あ、でも、こっから削るのむず。ちょっと待って。ウッド端前っすね。いや、クロス、下手くそだったな、この。ここに置いてあげて。よし、ウッドあと何発だ？いやー、やっぱあと5発か。あと5発はやべえな。なかなかハード。このね、相手の形を組んでくるのをどう耐えれるかっていう。お、あっち行ったな。ラッキー。さあ、ウッドあと何発だ？ちょっと待って、これ攻めクロスだってできないっすよね。こんなできます？ここで攻めクロスするいける人いる？無理っすよね。よしよしよし、削る削る。いや、相手もやっぱだって攻めてくるしかないっすもんね。そんな、まあ、ポイズンなのがね、救いではある。で、これ端前っすね。よしよしよし。いやー、防衛クロス強え。あと2発。いや、この2発今からさ、秒で回せばワンチャン回る。LSP も強いっすね。うわ、めっちゃいい。いやー、おぶね。おぶな。今、神のヒースピでしたよ。ヒースピはこんなに活躍する？クロスデッキで。いやー、さあ来ましたね。まあ、最後相手がね、もうグッドゲームという感じだった。たすけど、ウッドね、なんと6発回すことが達成できましたね。いや、やば。ちょっと待って、めちゃくちゃ嬉しい。こんな勝てると思わなかった。というわけでね、このね、超高回転テスラクロス、皆さんもぜひね、使ってみてください。本当に強いかもしれません。というわけでね、今日こんな感じで終われたらいいかなと思います。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントもよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。